よし。その内で違ったから逆に驚いたよ。ネオプラスのクリームクリーみたいな。その隣の席で握手をしたかったな。それ以来、僕も一度たりとも払っていない。黒もトイレの時に水がかからないよう封印しているのだ。オッケー。最後は塗らないのがこだわりだそうです。なんかすごいイチゴが酸っぱい。うん、おいしい。おいしい。食べていこう。
タコがないな。つけちゃった。ちょっとカゴ。お疲れ様でした。午後に備えてください。午後は仕事です。ミシミシ言ってるけど大丈夫、うん、あんま激しいな。どのぐらい上げればいいの。もう用意してくださいって。え、そんなに、うん、もう半回転ぐらいでいいんじゃない。家って上がるもんなの、そもそも。いや、上げるもんじゃないじゃん、そんなに。上げないよね、うん、落ちなければいいんですよ。そうだね、よし、それで OK。 こっちはダメでしょ。ボソボソよね。あ、それいいかもね。あ、いけるな。ノコギリを買おうと思いました。ノコギリこれ壊れてるよ。本当だ。大工さんじゃあ怒るかな。頑張ってください。
誰だよ。そうだよ。ノコギリ当てれないし。ノコギリ恐怖症になりそうだ。大工さんのノコギリってすごい切れるじゃん。粉だらけよ。おお。おお。そっち取った方がいいんじゃない？5センチで運ぶ。そうですね。うん、で、反対に入れればいい。そうですね。お願いします。何を？どこにいるか。うん、これ。びっくりした。キックバックで、キックバック。大丈夫？命がけです。だからやっぱりあれなんじゃない？ノコギリがいいんじゃない？やっぱ安全。危なく死にかけましたが、これは放送禁止かもしれません。もうちょっと入るよ。でもこっちから見るとぴったり入るよ。もうやめる。石ごとずれてるんだな。ほら、いや、オッケーかな。オッケーオッケー。よし、すごいね、これね。これ入んない。なんで太さがちゃう。いや、同じ大きさ買ったよ。なんか落ちた。爆弾ですよ。さんには程遠いが。すげえ。すっごいね。何が？チグハグが。これはこれで芸術品のチグハグだ。一辺も合ってないじゃん。何？一辺も合ってない。うん、ちょっと斜めだよ。測ったのに。ちょっと斜めだけど、まあ。ね、一度上に乗っかったし、うん、でもガチッとはまってるから大丈夫、うん、疲れ様でした。上手にできました。どうでしょう今日の出来は。点数で言えば80点。それだけいいの。点数もらって、ね、
ガチガチ。かなりの高得点だけど。ガチガチにはちゃんとハマってるからね。ボコボコだけど。一瞬ぐらいだけど間違えないけど。